登録販売者合格講座アフロ先生のアシスタントをしております本田と申します。よろしくお願いいたします。本日は平成29年度登録販売者本試験奈良県ピックアップ問題の80番を担当させていただきます。よろしくお願いいたします。はい、それでは80番ですね。泌尿器用薬及びその配合成分に関する記述の整合について正しい組み合わせを一つ選びなさい。正しい組み合わせというふうに書かれたら、これは整合整合整合12345というような問題になりますね。想定されます。まあ常にこのやり方ですね。じゃあ A から順番に見ていきましょう。 ABCD、 これまあこれ双白皮、加護層、上漆、龍胆、石灌等、この4つについて皆さん、まあ、知っている人と知らない人がいると思うんですけど、もし知っているものがあれば知っているものから順番に解いていくのがいいかなというふうに思います。これ A が一番マニアックっていう残念な出方でして、順番に BCD から解いていきましょう。 A は少し難しいんですね。この尿量増加とか利尿作用を期待するものって双白皮以外にたくさんありまして、でちょっと覚えてくださいとも言えないくらいに結構面倒なんですね。なので飛ばして B からいきましょう。ここで加護層なんですけど、この線薬として残尿感、排尿に際して不快感というふうに書かれているものは漢方ではいっぱいあるんですけど、生薬では加護層と上漆、この2種類だけなんですね。なのでこの線薬として残尿感、排尿に際して不快感というふうに出てきたら加護層または上漆というふうに2個しかないので覚えていただければなというふうに思います。そういうことでこれは B は丸です。で、C なんですけど、上漆は利尿作用のほかに尿路の殺菌消毒効果を期待して用いられると書いてありますが、この尿路の殺菌消毒効果を期待して用いられるものというのは、登録販売者の試験範囲だと上漆しかありません。なので、尿路の消毒殺菌消毒効果というふうに出てきたらもう上漆だと思ってください。なので C は丸です。でこれ C、B、C というのが分かると実はもう答えが出ちゃうんですね。これは必ず5番なんですよ。でも B、C のどちらかが怪しい場合があるじゃないですか、基本的に。そのために一応 D 行きましょう。 D で龍胆石灌等なんですけど、これは体力中等度以上で下腹部にうんぬんかんぬんというふうに書かれ、漢方でいろいろ書いてあるんですけど、これ全部覚えると本当にキリがないのでポイントだけ覚えましょう。これは古式織物、あの女性の膣からの分泌ですね、分泌物ですね、古式織物、ここがポイントです。で、古式織物について効果がある漢方法剤は2つしかありません。その2つというものの1つがこの龍胆石灌等で、もう一つが運慶湯というやつですね。温かいに継続するとかの慶にお湯って書いて運慶湯ですね。この2つしかありません。で、この2つの違いは別の1箇所のところで見分けられます。それもこの体力中等度以上でというふうに書かれた時は龍胆石灌等で、運慶湯は体力中等度以下の時に使用しますので、まずは古式織物と書かれたら龍胆石灌等か運慶湯のどちらかだと思ってください。で、中等度以下だったら龍胆石灌等、中等度以下だったら運慶湯、すいません逆に言いましたね、中等度以上だったら龍胆石灌等、中等度以下だった場合は運慶湯、そういうふうに覚えていただくと覚えやすいかなと思います。なので D は丸です。なので一応 C が分かれば CD、 C がこの中では一番分かりやすいと思うんですよね。なので CD が分かるとそれでも答えが5番だというふうに出るという問題になりますね。BD だけだとちょっとなかなか絞りきれないんですけどね、まあ、少なくとも C が丸だというふうに分かると答えが出るかなと思います。で、 A なんですけど、そういう意味ではこの双白皮というのは丸なんですけど、まあ時間があって余裕がものすごいあれば利尿作用のあるような生薬をまとめてみるのもいいかなとは思うんですけど、まあそこはあまりお勧めしませんね。なので A のような双白皮とか利尿のようなものが出てきてしまった場合というのは、もうそれはそこじゃないと答えが割れちゃうっていう時はもうそこは諦めていただく方がいいのかなというふうに思います。まあいずれにせよ BCD は覚えやすいと思いますし、
確実に覚えていただければいいなというふうに思います。ということで答えは5番です。すいません、以上になります。